い、こんばんは。音楽家の竹下敦でございます。本日のサウンドチェック、こちらです。ズーム社提供、ズーム G14-40番のプレセットですね。 DBZN ですね。こちらはですね、不次元製ストラトキャスターで変えてみたいと思います。ちなみにこれ首からピックをぶら下げる、はい、これなくさないんで便利です。はい、真似してもいいですよ。はい、それでは行ってましょう。じゃ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 ーん。結構、ミスタークローリーですね。これがですね、まあ、若くしなくなったランディ・ローズがね、弾くリフなんですけど、かっこいいですね。行ってましょう。ワン、ツー、ワン、ツー。続きましてですね、イギリスが誇るプログレッシブバンド、イエス、ロンリーハートですね。もうタンバリン、ボーカル振ってかっこいいですね。行きましょう。レコーディングバージョンです。これが弾けると結構上手受けします。続きましてですね、スウェーデンが生んだギターヒーローなのかな、イングエ・マルムスティーンの広島マダムルです。ゆっくり丁寧に美しく弾きましょう、はい、がコツです。はい、行ってみます。ですね、リフとかソロのコツはですね、こうギターの弦を、ね、お掃除するようにジャッて弾くんじゃなくて、こうですね、こうじゃないんですよ、こういうことです。基本的にギター左手はどっちでもいいんです。右手ですね、これね、ちょっとやらしくしないから、ね、できる。こういうの練習してるんですね。これ大体どんな曲でも弾けます。そして弦が長持ちします。この辺でバキバキ弾いてると、この辺ばっかり弦が傷んで、すぐ弦が切れたりするんでね。アンニーボールなんか特にアップ一発で切れますんで、あくまで柔らかくしないかに弾くと弦が長持ちします。エレキギターの弦って大体基本的に持たないんでね。アーニーボールは昔ライブハウス時代使ってました。ダウンで4弦を切って、アップで1弦を切って、弦が4本しかないってなったりしたんですね、はい、でボーカルが MC の間に弦を張ってました、はい、お客さんに笑ってもらいました。何でもね、失敗を笑いに変えてお客さんに楽しんでもらえばライブ OK なので、そういうアクシデントを何でしょうね、全部エンターテインメントに変えるぐらいの感じがないと大事です、はい、というわけで、ギターをぜひね習いましょう。習うと楽しい、ね、まず先生が楽しいなぜなら先生はエンターテインメントだからですよ、ね、生徒さんを楽しませるために先生はいます、はい、でなんで先生に習うと
上達が早いかっていうと教えるプロだからなんですね。はい、何回も教えてるんで、どうやったらその人が上手くなるかをね、分かってるんですよ。だいたい見るとあそこだなって分かるんですよね。でね、だいたい僕より才能があるみんな。なんかみんな天才なんですよね。すごいなぁと思うんですよ、本当に。あのね、まず肉体的にね、僕より圧倒的に有利ですよ。僕手が小さいです、手大きいですねって言われるんですけど、あの中学生女子より小さいですから手が、はい、こんな僕でも弾けるんで、誰でも弾けます、間違いなく弾けます。はい、そして弾けるようにしてみせます。はい、私たちが、シアミュージックから、ね、弾けるようにしてみせます。だってそのために運営してるギタースクールだから、プロ集団だから。間違いなくうまくいきます。はい、そして無料体験レッスンでお電話いただければ、今無料体験レッスンは私なので、私がね、まずは、説明の紹介とかね、ギターもなんとね、無料で貸し出しもしますね。私が休憩時間にメンテナンスしてますんで、ちゃんとしたギターですね。あのね、変なスクールとかね、弦が錆びてたりね、なんか変なチューニング狂ってたりするんですけどね、私はもうバーン、もうチューナーマニアなんで、もうチューニングしまくりです。ちゃんとしたギターで弾くとちゃんと上手くなるんですよ、ね。あの、ツール・ド・フランスとかに出るね、あの自転車の人がママチャリでは出ないでしょ。ロードレースは出るでしょ。ママチャリ出てないすごいっすね。そういうもんでやっぱり道具がね、良くないとね、無理なんですよ。無理なものは無理。はい。なので、きちっとした道具では用意してありますんで、私が休憩時間でお弁当を食べた後でこうギターをしてほしい。やってますんでね、バッチリです、間違いないです。はい、というわけでフリーダイヤルでお電話いただければですね、すごく丁寧なスタッフが、はい、シアミュージックです対応して、で予約を取っていただけると、まあ大体なんだろうな、まあ今だと3月の末なんでね、いろいろ決まんないと思いますんで、4月に入ってから今のうちに体験レッスンを受けといて、4月に入ったら入会みたいな流れがいいんじゃないですかね。はい、だって3月の末ってみんないろいろ年度代わりで忙しいでしょ、うん、しょうがないと思います。というわけでまずはね、お電話くださいませ。それでは、スタジオリバーサイドから竹下敦がお送りいたしました。そろそろご飯を食べようかな、今日まだ何を食べてないんですよ、結構忙しいんです。はい、それではまたお会いいたしましょう。 See you next time です。はい。